で、もう一つはスタビライゼーショントレーニングですね。何度も僕お話しました、腰椎、骨盤体を固定することが大事です。なのでよく皆さんやってますよね、地面に四つん這いになってこういう風にしてこう腕を伸ばすような、このトレーニング何のためにやってるのかしっかり理解しておいてくださいね。こういう風にしてみれば腰が伸展しないようになってるわけですよね。こう伸展です。で、仰向けに寝ればこう屈曲ですよね。横に寝ればこう側屈で、こういう形で片方ずつ上げていけばこう回転ですよね。重力に対してコアを安定させるためのトレーニングですよね。いろんな三面方向に負荷をかけています。野球で言えばそうですよね。いろんな、例えば重心をバッターだってキープするために、このままだとしっかり腹筋腰椎に安定性がなければ体が前にグニャってなっちゃったりしますよね。そのためにこういうトレーニングするんですよ。で、そこから立ち上がった状態で一点支持にして体を前に倒して、そこからローテーションを加えたりとか、3点指示から2点指示、2点指示から1点指示、指示のレベルを高めることによってどんどん野球の形に近づけていきます。そして最後にパフォーマンスに近づけるためにストレングストレーニングをやるんです。溜めた力を溜めたところから力のパワー発揮、重心移動を含めたもの、まあケーブルでも、まああと皆さん大好きなメディシンボールでも何でもいいですよね。この時にですね、体幹が一緒に一点支持ができないでブレてるようじゃどうしようもないんですよね。回転できないですね。変身運動になっちゃって、しっかり固定されて遠心力がかからないように前足を固定された状態で正しい力の発揮、こういう形のリズムを知らないとメディシンボールトレーニングの意味もないですね。いいですか皆さん、野球のトレーニングは最終的に野球につなげるためのプログレッション、段階が必要です。こういうことを理解しないと、ただトレーニングのためのトレーニングになってしまいます。こういうことを知って皆さんトレーニングするようにしてみてください。お願いします。